長文失礼。出てくる人の名前は実際のものと変えてる。詮索ごめん。結構、友達に話してるから見バレするかもだけど、分かっても黙っててね。あれは3年前で、俺が大学4年生の頃。結構早く内定が出たから、遊び回ってたんだよね。彼女とか友達と毎晩遊んでたんだけど、ある時、なんだかみんなと予定が合わない日が続いたんだよね。まあ、暇になったってこと。ほんで、もうすぐ夏休みだったし、久しぶりにじいちゃんに会いに行こうと思って、母方の田舎に行ったんだ。これがすごい山奥なんだよね。どこかは伏せるけど、とにかく田舎よ。全然、街灯とかもないわけ。そこに一人で行ったんだよ。電車に2時間半くらい乗ってさ、じいちゃん家に着いたのはもう夜だったな。ほんで、全然話が変わって申し訳ないんだけど、じいちゃんの家はすごい古くてさ、なんかよくわからんもんがたくさんあんの。そん中で特別、頭おかしいやつがあってさ、能面みたいなやつなんだよね。すごい古いものらしいんだ。こいつがオカルトなわけ。壁にかけて飾ってあるんだけど、そいつが夜になると、一人で浮いて家中を徘徊したりするらしいんだよね。そんな話をお袋から聞いて育ったから、じいちゃん家に行くたびに、最近は動いた？って聞いてるんだ。この時もじいちゃん家で夕飯食べながら聞いたんだよ。あのお面まだ動くの？って、じいちゃんは、お面のある部屋で寝てないからわからない。って言ってた。でも、お面の話するといつも言われるんだけど、あの面は家の守り神なんだから、怖がるもんじゃない。って、その時も言ってた。だけど、俺はなんとなく怖いのと、興味があるので、半分半分くらいだったんだよね。でも、田舎で暇だし、刺激も止めちゃったんだよね。俺、その晩、お面の部屋で寝ることにしちゃって。じいちゃんは笑って。いいよ。って言ってたし、何も起こんないだろって余裕こいてたよ。あれが良かったんだか悪かったんだかは、今でもよくわからんわ。まあ、とにかく、しばらくは携帯いじったりしながら、お面を見張ってたわけ。そしたら夕飯食いすぎたのか、お腹痛くなってきてさ、トイレ行ったんだ。古い家だけどトイレは普通に洋式で、普段あんまり怖いって感じじゃないんだけど、お面のこと考えてたし、時間も深夜2時くらいだったから、ちょっとビビってたんだよ。用が済んで、ケツ拭いて、立とうとしたら、トイレのドアがカタカタ揺れ始めてさ、そのカタカタがだんだん大きくなるんだよ。で、カタカタとともに、コツコツとノックみたいな音も混じり出して、一瞬でわかったよ。あ、お面が来たんだ。で、すごい寒気がしだして、怖くて、じいちゃんを呼ぼうと思ったんだけど、喉がガラガラでなぜか声が出ないんだよ。しかも、変な匂いがし始めて。いや、俺の排泄物の匂いじゃないよ。なんか草とか土を濃くした匂いみたいなの。草刈り機とかで雑草刈ると変な匂いするじゃん。あれのもっと邪悪な匂い。とにかく臭いんだよ。で、便座に座って、心の中で、ごめんなさい、ごめんなさい。って祈り続けたよ。何を謝ったんだかわからないけど、とにかく許してもらおうと思って。で、こんな怖い時に不思議なんだけど、トイレまだ流せてないのを思い出してさ、とりあえず流そうって思って、便座から立ってトイレの方を向いたの。そしたら、体が固まったよ。じいちゃん家のトイレは、トイレのタンク側に小さい小窓があるんだけど、そこから変な女が上半身出して、トイレに乗り込んできてるんだもん。そんな人が通れるほど大きい小窓じゃないんだ。あからさまに幽霊だよ。ショートカットの女で、顔は白いんだけど、笑っても泣いても怒ってもないんだよね。真顔。そのまま、ちょっとずつ俺の方に寄ってくるの。トイレのドアは、相変わらずカタカタ言ってたけど、そんなんはもう怖くなくなってて。女の方が怖かったよ。なめくじくらいのスピードだけど、近くに寄ってきてるんだもん。で、トイレのドア開けて逃げたわけ。ドア開けたら、やっぱりお面が浮いててさ。怖かったんだけど、後ろにいる女よりマシだから、トイレ出てそっちに向かったわけ。そしたら、お面も俺の方に動いてきてさ。しかも、お面はめちゃ早いの。ギュンって動いて、俺の顔にお面がくっついたんだよ。ちょうどお面をかぶるみたいに。急でめちゃビビったよ。で、そこでついに気絶したんだよね。気絶する瞬間は今でもよく覚えてる。
顔からお面を外したいって、怖いって思いながら、倒れたよ。次の日、廊下で倒れてる俺おじいちゃんが発見して、女とお面のこと話したんだよね。そしたら、当たり前だけどじいちゃんも驚いて、もちろんすごい心配もしてくれたよ。お面のことは興味ないみたいで、女のことばっか聞いてきたな。どんな顔だったとか。何着てたとか。正直、そんなのよく覚えてなくて。でも、なんか草とか土みたいな匂いがして、たまたま振り返ったらいた。って言ったんだよね。そしたら、じいちゃん、なんだか神妙な顔をして。トイレには行くな。行きたくなったら庭にしろ。これからじいちゃんはヨネちゃん連れてくっから。って。ヨネちゃんってのは、近所に住んでるばあさんで、どっかの神社の娘だったらしくて、霊感とかそういう能力があるって言われてる人。でも、じいちゃんが家出てったら、俺一人じゃん。そんなん怖いから、俺もついてくって言ったんだ。そしたら、じいちゃんが、表さんから離れたらダメだ。って言って、俺は家で留守番することになって。じいちゃんが出てって、めっちゃ怖いからテレビ爆音にして待ってたんだよね。そしたら、意外とすぐ帰ってきたんだ。5分くらいかな。ほんとにすぐだった。ヨネちゃんが、まるまるちゃん、大丈夫か？って来て、ヨネちゃんにも昨日の夜の話を全部したんだ。ヨネちゃんは、うんうん。怖かったねって言って、俺は、は？こいつ真面目に聞いてんのか？こっちはマジで幽霊見てんだよ。趣味で霊感持て余してんじゃねえんだよ。ふざけんな。って心の中で悪態ついたよ。はっきり言って、この時はヨネちゃんのこと、いい人だとは思ったけど、信用してなくってさ。とにかく人と入れればいいやと思って。でも、じいちゃんとヨネちゃんはなんだか真面目に話し合ってて。表さんがどうにかしてくりゃいいんだけどな。もしかすっと、縁結ばなきゃいけないかもしんねえな。こんな感じだったと思う。そんな話が終わって、ヨネちゃんが机にお面を立てたんだ。そこらにあるブックスタンドで。それで、まるまるちゃんも一緒に、表さんに助けてもらえるようお祈りしよう。って言うんだよね。それで、ヨネちゃんはなんだかごにょごにょ呪文を唱え始めたわけ。俺は呪文はわからないから、とりあえずお面に向かって手を合わせて、心の中で、助けてください、助けてください。って祈ってたよ。10分くらい祈ったかな。お面がカタカタ揺れ始めて、怖くて、目を閉じられなくなって、お面を凝視してたんだ。そしたら、あの草みたいな匂いがし始めて、しかも、昨日よりはるかに強く匂ってさ。俺、昨日のことが頭の中でフラッシュバックして、その場で吐いちゃったんだよね。で、何かいる気配がして、部屋の隅見たら、やっぱりいるんだよね。あの女が、昨日は上半身しか見えなかったんだけど、今日は全部見えて、白い和服着てて、手を前にして立ってるんだよ。そんで、顔なしみたいなポーズで、両手で大事そうに赤い毛糸みたいの持ってんの。うわぁ。って叫んだら、じいちゃんが、大丈夫だ、大丈夫だ。って俺の背中さすってくれてさ、ついでに戻したゲロも片付けてくれたんだ。ヨネちゃんにもじいちゃんにも女は見えてるみたいで、ヨネちゃんは呪文の声を大きくするし、じいちゃんは俺と女の間に座って俺を隠してくれた。でも、女はその場で立ったまんまなんだよね。昨日みたいに近寄ってきたりしないの。しばらく怖いけど、我慢して、祈ってたら、今度は畳をペタペタ歩く音が聞こえてさ。女は立ったままで動いてないから、違うやつなんだよね。周り見渡したら、なんだか茶色い赤ちゃんみたいのがハイハイしてんの。こいつはだんだん俺に近づいてくるんだよ。しかも、どうやらこいつからあの匂いが放たれてるみたいなんだよね。すごい怖くて、もう気絶したいって思ったよ。そしたら、ヨネちゃんがじいちゃんに、こりゃもう、縁結ばなきゃ危ないね。って言ってさ、じいちゃんは、もう少しなんとかなんないんか？って言うんだけど、ヨネちゃんが首振って。じいちゃんはなんだか悲しそうな顔して、机の上のお面を取って、俺に、表さんつけろ。守り神なんだから、まるまるを守ってくれるよ。って、もう何がなんだかわからないから、すぐお面かぶったよ。茶色の赤ちゃんが俺の方向かってきてるし。
そしたら、部屋の隅に立ってた女が、周りをキョロキョロしだしたんだ。で、部屋中をうろうろ歩き始めて。俺を探してるっぽいんだよね。俺の顔覗き込んだりして、首かしげたりしてた。心臓止まるかと思ったよ。で、しばらくして諦めたのか。いいよみたいに叫んで、消えたんだ。気づいたら赤ちゃんもいなくなってた。結局、その後俺は気絶しちゃって、起きたらもう夕方だったんだよね。ヨネちゃんはもう帰ってた。じいちゃんは俺が起きたら、すぐにすき焼きを作ってくれた。それで、申し訳なさそうに話した。まるまる、今日からじいちゃんと一緒に住もう。これ言われた時、あんまりなんで？って思わなかったな。じいちゃんは必死に頑張ってくれたの分かったし、それに、朝家から出るなって言われた時に、なんとなく分かってたんだよね。実はな、まるまるはおつるさんに疲れたんだ。ごめんな。じいちゃんが守ってやれなくて。でも表さんがお前を守ってくれてるから、安心してくれ。それでもな、表さんが守ってくれるのは、この家のものだけなんだ。だからな、お前は今日からここで住まなきゃならん。ごめんな。じいちゃんは泣きながら、俺に頭を下げたよ。それで、結局、俺はここで住むことにしたんだ。それしかなかったしね。お面はこの家に属するものなら守ってくれるらしくて、ちょっと外に出たり外泊しても大丈夫らしい。てか、大丈夫だった。そんで、今はじいちゃんの後継いでのうかやってるよ。あの女の幽霊に関しては、じいちゃんによく聞いたよ。あいつはおつるさんっていうらしくて、俺のご先祖様が婚約してた女の人らしい。だけど、なぜだかわからないけど、おつるさんの家が村八分になっちゃったらしいんだよね。婚約した後に。だから、婚約破棄して、ご先祖様は違う人と結婚したらしいんだけど、おつるさんはやっぱり悲しんでさ。自殺したらしいのよ。崖から飛び降りて。何がいけないって、それだけでもいけないのに、お腹に子供いたらしいんだよね。それで、ご先祖様とか周りの村人は哀れに思って、おつるさんの家を、村八分から解いたらしいんだけど。それでも、やっぱおつるさんはすごい恨みがあったみたいで、時折俺の家系の男子につくんだって。昔はそれでみんな死んでたんだけど、なんか旅の僧侶だかなんだかに相談したら、霊のお面をくれてさ。それからは、そのお面が家を守ってくれてるんだと。詳しいことはじいちゃんもわからないみたいだったな。で、ヨネちゃんがやってたのは、お面に頼んで、おつるさんを慰めてもらおうとしてたんだって。これが、うまくいくやつといかないやつがいて、うまくいけば、ここの土地に拘束されず、おつるさんの恐怖からも解放されるわけ。うまくいかないと、この家でお面に常に守ってもらいながら暮らすらしい。俺はこのパターン。ここで暮らすの最初は嫌だったけど、今はなかなか楽しいよ。回線遅いけどネットもあるしね。ほんで、あれからおつるさんも見てないしね。多分、どっかにいるんだろうけど、俺もあっちもお互いに認識できてないんだと思う。まあ、こんなもんです。呼んでくれてサンキュー。